はい。皆さんどうもこんにちは。尾形ゆりナです。今回の企画なんですけど、いろんな方から DM が来てて、まあどうやって減量したのかとか、どういうふうにダイエット方法だったり、マインドのやり方だったり、どういう食事を尾形さんとってるんですか、スタイル維持の方法を教えてください。など DM がたくさん来たので、その人たち一人一人に返したいんですけど、さすがに100件近く来てるんで、返しづらいんで、ちょっと動画に。 まとめました。無料で、この YouTube っていうのは無料なんで、無料でダイエット方法。まあ私のダイエット方法なんですけど、参考になったらなと思うんで、ぜひ見てください。あの、Twitter の方で書いたんですけど、YouTube、今日撮るならってこう、ツイートしてるんですけど、1、減量で大切なこと。2、減量メンタル維持。3、減量する上で間違ってること。4、ブレイキングダウン。 6で6キロ落とした方法だったり、5、水抜き方法、6、おすすめの外食などをご紹介したいと思います。じゃあまず1、減量で大切なことなんですけど、減量で大切なことっていうのは、まず1つ、自分の身長。まず2つ目、体重。そしてじ、あと3つ目、自分の筋肉量だったり、 4つ目になると、自分の基礎代謝。自分は丸1日何も運動をしない状態で、どれぐらい代謝が減るか、など、をある程度計算します。まあ普通の人で、筋量がなくて運動してない女性だと、だいたい、うん、1000ぐらいかな。で、普通の人、普通の、本当に普通の人、普通に生活してて1日3食食べてる人はだいたい2000キロ、 以上のカロリーをとってます。結構街中で歩いてる人たちは2000キロ以上。じゃあ、スタイル維持。理想的なスタイル維持。まあ人によっての理想があると思うんですけど、まあちょっと脂肪を減らしたい、痩せたい。まあ結構お洋服をきれいに着こなしたいっていう人のために、自分の基礎代謝っていうのをまず学ぶことです。で、私なんですけど、私は171センチで、まあ、増量中で60何キロなんですけど、 それを今回落としてるんですけど、私の場合は運動量がすごい多いんで、多分何も運動してなくて基礎体制が多分1500以上ぐらいあるのかななんですけど、筋肉量がちょっと多いんで、で、それプラス私はもう、あのトレーニング、格闘技だったり、トレーニングを結構やってるんで、まあ普通の人で2000とか1800ぐらいの運動量は 運動量があるので、まあ、今回減量する上で1 5 0 0キロカロリーにしました。で、この1 5 0 0キロカロリーなんですけど、タンパク量を私は 120g なんですけど、120g っていうのは、肉のグラム数 100g とかそういう意味じゃなくて、タンパク量が 120g ぐらい取りました。で、あと塩分とかも意識して、 結構塩分控えめにしたりしてました。なぜかって塩分を取ることによってすごいむくみやすくなるんで体重が増量しやすいんですよね。で、それプラス、あとジュースとか、もうカロリーをかかる飲料水を取らないようにしてました。水とお茶。まあ水とお茶を1日4リットルぐらい取ってました。ってことです。まあ水とお茶でね、その中の デトックスをしてました。で、減量中ってメンタル崩れやすいじゃないですか。みんな美味しいの食べてる。辛いな、辛いなって思うんですけど、これって最初だけなんですよ。だんだん自分の体の変化が、こうやって鏡を見るために変わっていく。なので、減量メンタルを保つためには、毎日毎日体重計に乗ったり、鏡に見て写真を見ると、大体、 二三週間ぐらいしたら体がめちゃくちゃ激変します。で、私の、ま、減量法っていうのは、食べて、質の良いものを食べて、ちゃんとお水、お茶も飲んで、塩分調整をして、運動をして、そして、あの、メンタルを維持するために写真を撮ったり、ちゃんと自分の体重計に測ってみるっていうのが意識しました。 で、次、三つ目。減量する上で間違ってることってことなんですけど、先ほど言ったんですけど、ある程度のカロリーを取らないと、減量って良くないんですよね。例えば、よく、あの、西翼ちゃんに減量の相談をされたんですけど、翼ちゃんが食べたら太るんだっていうのがある、だって言ってたんですけど、わからない、減量方法がわからない人は、あ今日食べてった、食べたから太るって思うんですけど、 違うんですよね。食べるものなんですよ。食べるものと運動量。これをちゃんと守ることによって、減量だったり、ダイエットはうまくいきます。なんで、その減量のする上で間違ってることっていうのは、食べ物に対しての恐怖じゃなくて、栄養学を学んでください。なんで、あの、同じ5 0 0ロカロリーとして、唐揚げ2、3個の5 0 0ロカロリーじゃなくて、 その鶏胸肉だったり、野菜だったり、ご飯だったりの5 0 0カロリー全く同じもので違う。カロリー同じもので違うっていうものが原料にとって大切なことです。今回ブレイキングダウン6で6キロ落とした方法なんですけど、私はとにかく朝トレーニングする前にプロテイン。あの、ハルオさん。ハルオさんのブルードラゴンっていうプロテイン。めちゃくちゃいいんですよ。糖質少なめ。 で、塩分も,も、まずないじゃないですか。で、それプラス、あれです。20g タンパク量が入ってんで、やっぱりこう、いっぱいささみ食べれないっていう人には、それがめちゃくちゃおす,おすすめです。だって3本飲んだら、20×3 だから 60g 取ってることになるんで、残り 60g はお肉だったり、魚だったり、豆腐だったり、で、タンパク質を取るんで、全然苦になりませんでした。で、今回、ブレイキングダウン6では 1, キロカロリー、1500kcal で、水などを、まあ、試合前日、一週間前に700、あ、7リットル飲んで、7、6、5、4って言って減らしていきました。って感じですね。で、食べ物は野菜を中心に、食物繊維が多いもの、もずくだったり、海藻流だったり、キノコ類だったりをよく取るように。で、よく噛むようにしてやってたんで、体重が綺麗に落ちました。 で、水抜きの方法なんですけど、まあ、これはダイエット。この水抜きは正直言って、まあ、コンテストとかちょっと、撮影でやりたいなって、綺麗な体、ちょっとバキバキにしたいなっていう人だけに言うんですけど、水抜き先ほど言った通り、一週間前から7、七、六、五、四って言ってだんだん減らしていきます。最初も七リットル飲むのめっちゃきついんですけど、おしっこを出すっていうので大事です。それプラス、あの、塩分量。塩分量を、 めちゃくちゃ減らしました。最後の5日間から3日間は塩分ほぼゼロにしました。ですね。で、おすすめの外食なんですけど、私が今回、のブレイキングダウンに向けての数ヶ月食べてたものなんですけど、こちらです。クリスプサラダさんのサラダなんですけど、これがね、2回に分けて私食べてたんですよ。めちゃくちゃうまくて。で、そのレシピなんですけど、 私カスタムサ,サラダにしてるんですよね。カスタムサラダ。私はこういう注文してるんで、ぜひ見てください。こちら。 これなんですけど、すっごい、この量、やばくない顔見て。顔と同じぐらいの量がある。満足度も高いし、見てください。洋質な脂肪、油。洋質な油だったり、タンパク質だったり、こういう野菜など、ビタミンなど、たくさん入ってます。なので、ぜひ、この、サラダクリスプかなサラダクリスプさんおすすめなんで、皆さん、ぜひ、 食べてみてください。例えば、置き換えとして、まあ、夜ご飯をこのサラダにして、まあ、昼間がっつり運動する人は食べてもいいしって、まあ結構、食べすぎない、この調節をするためにこういう良質なものを食べるようにすると、いい体になるので、ぜひ参考によろしくお願いします。以上、おけたゆりなでした。じゃあね。